気になる子も出てきましたよね。気になる子 が、あの子が、気になってる子が喋った。では参りましょう。先ほどの本予告キャスト解禁となりました、この方にお越しいただきました。有馬かな役、ハン・メグミさんです。喋った、お邪魔します。ようやく言えます。はい、有馬かな役のハン・メグミです。よろしくお願いします。お願いします。あ、やっぱかなちゃんはハンさんなんですね。やばい、どうも有馬かなです。よろしくお願いします。うわ、緊張してきちゃった今。緊張してします。本当にその本予告でまずはそのかなちゃんの幼少期といいますか、幼い頃のかなちゃんの声を聞いた皆さん絶対もうかなちゃんが喋ったんでね、感動だったと思いますけれども、いや、ちょっと今日はねお話いっぱい聞きたいですね。うわ、よろしくお願いします。お願いいたします。はい、本当さっきほどの PV であかなちゃんだって思って、でキャストがね最後出た時、えハンさんっていうちょっと驚きも私はあったんですけど、改めて PV ご覧になっていかがでした？いや、もう一回私も見たいですね。ちょっと全然もう拾いきれてなくて全部が、いや、もう一度見たいくらいなんですけれども、いや今まだまだ緊張してますね。はい、ただようやくねお伝えできるこの日が来ましたね。はい、うん、ね、では待ちに待ったそんなかなちゃん、早速ねまずこちらのキャラクターねちょっと見てまいりましょう。こちらキャラ絵初公開です。おかしいよ、うわ、なんかここでオスの声が聞こえてるみたいな。すいません、申し訳ございませんが、ね、かわいいよ。強いな、強いよ、強いよ、強いのよ、押すんだな、ね、いや押しちゃうなこれは。うわ、待ってた、このポーズ、これは無敵、これね、これはこれは、かなちゃん詰まってません？もう詰まってる、詰まってる、ね、もうおひじゃ好き、おひじゃ、ね、おひじゃ、おひじゃも好き、好きだ、好きだ、まぶしい、ね、幻想的な膝ですよね、その膝という、ね、いいお話しそうかするとしてもね、いい、いい膝してるよ、健康的なのよね、かなちゃんね、いいわよ、うん、本当に。でもかなちゃんってすごくまた推しの子らしい、ね、人物というか。そうですね、いかがでした、まず決まった時、ね、印象だったり。いや、もう私でいいのかと、多分今回キャスト予想してた方いらっしゃらないかもしれないですね、うん、なんで多分かなちゃんってもともと原作中で人気なキャラクターだっていうのは存じ上げてましたし、うん、はい、話題にもなっているキャラクターだっていうのは知ってたんですけど、だからなんかそういう人たちの思いも全部大事にして演じていけたらいいなって思いましたね。はい、絶対大丈夫。大丈夫、圧倒的うまさで本当に絶対的かなちゃんなので、皆様本当に安心してご覧いただけるって、私がその一視聴者として本当にすごいなんか、かなちゃんがいるってすごく思ったので、その興奮を伝えておきたいなって喋っちゃいました。もう早速ありがとうございます、恐縮です。はい、ツイッターの方でもね、あのやばすぎるんだっていう風に嬉しいっていうのもね、ありましたね。すごいハッシュタグで一気にね、かなちゃんに対しての反応が大きくて、はい、しかしね、本当まあなんか重装というか重要なキャラクターじゃないですか。そうですね、重装ちゃん、うん、重装なキャラクター、そのわけは今後、はい、今後、うん、だからそのあたりもどうでしょう、お二人として印象はね、かなちゃんに関して、やっぱりかなちゃん、うん、あのさ、立ち絵がルビーと同じ、うん、制服、あ、そうかなっていうのが分かったので、なんかいろいろこう絡みがありそうで楽しみになります、ね、はい、そうなるとじゃあルビーもアクアもとかね、そう、アクアもあるかも、ね、うんうんうん、楽しみですね、本当に楽しみがまた一気に増えて、今日皆さんお召し物もだって作品にね、それぞれ色合いだったりとか、そう、ちょっとこんなの着るのなかなかないんだからね、ね、ごまちゃんそれだって、これは愛の推しアピールをしている、色です、うん、ね、いいね、あの髪の毛の色というか、そうです、かわいいよ、ね、うん、いいよ、いいよ、あ、そしてそして、そう、そう、実はね、なんでいや、どうしてもね、カメラを向けられるとふざけたくなる、欲しがり屋さんだから、エンターテイナーだからね、そう、欲しがり屋さんだから、そう、そう、ね、ありがとうございます、本当にキャストさんも、そしてね、主題歌アーティストの方もそんな作品にね、ちょっと
気持ちをたっぷり込めてお届けする、そんなねテレビアニメ推しの子楽しみになってまいりました。さあここまでね一応いろいろ情報もお伝えしましたが、まだまだ続きます。夜遊びの皆さんね、コメントありがとうございました。この後も引き続き番組を楽しみください。